アン ?SPS-55 は、アメリカ合衆国の冷戦ン社が開発した二次元レーダー。アメリカ海軍において、対水上捜索、広報用レーダーとして採用されており、水上船舶の捜索のほか、海岸線の識別、広報、障害物探索に使用される。1950年代以降、アメリカ海軍では、対水上捜索用レーダーとしては、c バンドのアン。 sps-10 が広く用いられてきた。しかし、同周波数のミサイル用射撃式レーダーとの干渉が問題になったことから、X バンドで同様とのレーダーが求められた。これによって開発されたのが本機である。契約は1971年6月に締結された。もともとは、オリバー・アハザード・ペリー級。 ミサイルフリーゲートに搭載する目的で開発されたが、それ以外の艦艇にも搭載された。アンテナは、2つの同波艦、スロットアレイを前後両面に、背中合わせに搭載しており、マグネトロン送信機と低ノイズ高周波受信機に接続されている。それぞれのアンテナは80本のスロットにより、構成されている。なお、カルディオン社では、ソリッドステート化した改良型として、 SPS-55MC ホークを開発、販売している。アメリカ海軍、イスラエル海軍、エジプト海軍、オーストラリア海軍、大韓民国海軍、スペイン、海軍、台湾海軍、トルコ海軍、バーレーン海軍、パキスタン海軍、ポーランド海軍。ありがとうございます。